ップを風化させないこと、後世に伝えることと地域の魅力発信に重きを置いて活動しています。現地を訪れた際に撮影した動画を Vlog として編集して発信したり、撮影した写真を Instagram で発信したりする活動をしています。例えばその動画に合わせて日本語の字幕をつけたりですとか、あとは外国人の方も見てくれることを想定して英語字幕を作成したりとかしています。撮影した動画を YouTube で上げた時は、まあ、そこはインスタも紐付けて YouTube 投稿しました。で、あとは URL をしてすぐタップして飛べるようにしたりとか、そういうちょっとした工夫が結構大事なのかなと思って、私たちがそのやりたいことと現地の方が必要としていそうなこと結構考えるのが大変なんですけど、普段からコミュニケーションを取った上でやっています。三陸鉄道に乗った際に現地の方と触れ合う機会があったことかなと思っています。生まれは大船渡だけど、随分長らく多分都会でずっと仕事をされていて、だけどまた大船渡に戻ってきたくて定年を迎えて、あ、僕は戻ってきたんだよっていう話を聞いて、魅力があったからこそまた戻ってきたくなる場所だったんだなというふうに思ったのが非常に印象的でした。とにかくあったかいところです。孫とか子供みたいにあったかく接してくれて、ただなんか優しいだけじゃないというか本当に家族みたいな感じで接してくれるのが人の魅力だなと思ってます。これは、お世話になった市長さんが退任される際に、まあ、ボランティアから感謝状をお渡しさせていただいた時の写真です。地元の婦人会の方と一緒に調理体験をさせていただいた時の写真です。ただ、まあ、与えられた仕事をやるだけじゃなくて、どうしたらこの仕事を早くできるとか、どうすればこの人喜んでくれるかなとか、そういうふうに与えられた仕事以上に何か貢献できることというか、そういった点に気をつけながら生かしていきたいなと思っています。Thank you.